はい。では、私からは、北海道大学におけるオンライン教育実施支援の状況ということで、ご報告させていただきます。で、内容としましては、こちらにあるとおり、組織体制ですとか、学内状況、あと、現有のリソース、あと、あくまでも本日時点でということでの取り組み概要となります。で、いろいろ課題も出てきておりますので、今後に向けてということで、教員、学生、インフラ、あと支援の継続性という観点から情報提供させていただければと思います。まず、北大におけるオンライン授業に対応するための組織体制なんですけども、大きく2つありまして、1つが情報基盤センター、1つが高等教育推進機構オープンエデュケーションセンターになります。ICT インフラ面では情報基盤センターが、教育支援面ではオープンエデュケーションセンターを担当し、情報基盤センターは皆様よくご案内かと思いますが、オープンエデュケーションセンターの方は、OER 等を活用した教育学習支援、研究開発を推進した、専門の職員があるセンターとなっております。で、私、こちら双方に、所属しておりますので、情報系と、教育支援面、両方両睨みしながら調整をさせていただいているという状況です。で、現状の学内状況なんですが、全学教育、いわゆる初年次については、連休明けに開始となりました。一方、部局については個別判断でして、例えば医学部などは、やはり夏に試験等があるので、なかなか学事歴を動かすのは難しいということで、もう来週から授業を開始します。で、インフラ面でいうと、全学教育の教育棟には、無線 LAN が整備されている。あとは、全学で LMS ということで、ポータルにキャノン IT ソリューションズのインキャンパス、LMS はムードルを使っておる。で、本学はノンプレミスになっています。加えて、G Suite for Education が全学導入されて、これは全学 LMS もそうですけども、統合認証と SSO 連携してますので、すべての教職員、学生が、例えば Google、Hangout Meet などは使えるという状況。あと、情報基盤センターの方で WebX をある程度まとまった数全額提供してて、現状のホストで100を超えたぐらいの提供はされているはずです。で、オープンエデュケーションセンターは、個別に Zoom のビジネスのプランを保有していて、これをそれぞれの学習支援に使っているという状況になっています。で、本学の学年次としては、これまで、オープンエデュケーションセンターの方で、オンライン授業の実施支援は行ってまいりました。で、先ほど医学部は、もうすべての学部教育のコア科目はもうオンライン授業で実施するということが早々に決まりまして、もう来週から、これをもうセンターの支援によって実施する予定です。で、全学教育はやはりその大教室の講義が多いので、こういったところをオンライン授業化することで、感染拡大が防げるのではないかというふうな検討が進んでいます。で、本学の教育担当理事からは、3月末にですね、全学的に、担当教員や責任部局の判断によって、授業の弾力的な運用を促すような通知が出ました。で、こういう中で、オープンエデュケーションセンターにはですね、セミナーと年間開催ですとか、授業の実施方法、語学教員などはやはりインタラクションが多い授業を実施したいということで、ビデオの活用についての問い合わせなども来ています。また、オープンエデュケーションセンターでは、端末室の管理も行っているんですが、情報教育等でですね、これを大規模に使うときに、消毒を定期的に実施したいような依頼も受けており、対応に追われているという状況です。で、こういう中で、オンライン授業をどう支援するかという考え方については、大きく2つ持ってます。1つが、ある種の類型化をして、学内の支援に当たることが重要だろうと。で、これはまさに、喜連川先生がおっしゃった、このデータダイエットを念頭に置いてます。1つが、同時配信事業ということで、リアルタイムの授業配信をする。もう1つが、いわゆるオンデマンド授業、LMS を使った教材や課題配布を行うというものです。簡単に二分できないものなんですけども、一つ考えとしては、やはりこう同時配信授業、どの教員もZoom やそういう一般のウェブツールを使って、とにかく同じ時間授業を配信するという割合は、やはりこれは主に学生のことを考えると減らしたいというふうに考えています。なので、両者の効果的な組み合わせのケースの提案というのを、センターとしてしていく。あとは支援レベルの類型化ですね。もう問い合わせは本当に殺到していますので、ある種のトリアージ状態になっているんですが、つまり、オープンエデュケーションセンターとして、部局教員を直接支援できる部分は、しっかりやっていくと。で、なかなか手が回らない部分については、
教員や教育プログラムできちんと準備を行っていただいて、適切なアドバイザリーをきちんとしていこうというわけで、案件をきちんと類型化してですね、できるだけ支援が届くようにということで、準備を進めています。で、前者の同時配信事業なんですけども、形態としてはビデオ会議システムを使ったリアルタイム配信です。先ほど申し上げた通り、語学教育ですとか、リベートなど、教員と学生間のインタラクションが必須である授業を想定しています。で、提供の方法としては、LMS に、Zoom なり WebEx なり、Google Meet のリンクを貼るような形かなと。で、LTA 連携については、現在準備中です。ビデオ会議ソフトは、WebEx と Google Meet の利用を想定しています。WebEx に関しては、部局含めて、ある程度のアカウントが配布されているということと、あと、ミートは、すべての教員が使えるということで、そちらを優先する。一方ですね、経済学部等では、教員に Zoom のアカウントを、いわゆるマナトメプログラムでまとめて取得して、4月中使わせるということも、実施されているようです。で、先ほどの、サポート案件、セルフ案件という話がありましたが、サポート案件については、オープンエデュケーションセンターの方で、従前から Zoom を使っていましたので、これを継続して使うと。一方、全学的にはですね、こういったセルフ案件向けに Zoom を一括調達することも検討を進めています。で、重要なのは、複数のクラウドサービスが使える準備をしようと。つまり利用ゾーンに伴って、どれかのサービスが止まるということも考えられますので、教職員に対しては、複数の選択肢を提示するということです。オンデマンド授業に関してはですね、先ほど竹村先生からお話がありました通り、LMS を使った教材配布や課題提出となるかと思います。で、オープンエデュケーションセンターとしては、同時配信授業が必ずしも必要でない授業には、こちらを推奨したいと。これは主にその学生の通信環境や端末環境の多様性を踏まえてということです。また、同時配信授業をする場合にもですね、適切な組み合わせを提案して、トラフィックですとか、学生の、様々な負担を低減したいと考えています。とはいえ、オンデマンド授業を導入するときは、教員がこれまでの授業スタイルを変える必要がありますので、ケース別で事例を提示するということを行っています。例えば、レジュメを使った講義をされている教員は、必ずしもその映像を届ける必要はないので、IC レコーダー等で録音した音声と LMS を、音声をですね、LMS に載せて、レジュメとともに配布する。あと、教科書があるなら、教科書をそのまま使ってもらって、課題の解消を LMS にする。あと、これは、文学部の事例なんですが、昨年度に、すべてのコア科目の収録をしまして、これをですね、今年度はそのまま使うということで、オンデマンドの形で、学生にビデオを見ながら視聴させるということができる体制を、が整っている、局もあります。で、今、我々では、来週に向けて、オンライン授業の実施ガイドというのを学内向けに公開する予定です。こちらでも、メッセージとしては、類型があるので、その中から、部局ですとか、教員のニーズに応じて、適切なものを選択してくださいと。実例としては、こういうことがありますということを、できるだけケースで伝えようとはしています。で、最後、今後に向けてなんですが、まず、教員支援に関して言いますと、やはりこういった学習回路をガイドを提示してですね、ある種の、誘導というと言葉が悪いんですけども、いろいろ考えていただく機会をお持ちいただくのは重要かなと思います。ツールの利用方法については、多くの大学からさまざまな情報提供もされてますので、本学ではやはり授業の実施方法について情報提供をきちんとしていき、可能な範囲で同時配信授業の実施率を下げたいと。で、現状、教員からかなり問い合わせも来ていますので、実施ガイドページにですね、問い合わせフォームを設置して、先ほどの文科省西山様のお話もございましたけれども、FAQ のようなものを掲載して、同種の問い合わせをさばいていく。あと、講習会のビデオを掲載することもやる。で、オンライン授業の事例を収集して、教員同士でうまく助け合うようなコミュニティが作れると一番ありがたいかなと思います。また、既存リソースの活用は非常にありがたくて、例えば、Zoom や WebEx 等は、オフィシャルのホームページも、ヘルプが充実しておりますので、そういうものを活用するですとか、東京大学ですとか、先ほど、ご紹介もありました大阪大学、こういったところから公開された情報サイトも、ぜひ活用させていただきたいと思ってまして、本当に本学においても非常に助かっているという状況です。学生についてはですね、学生向けの調査の実施を検討しています。こういうエビデンスがないと、実際どういった授業形態を選択すればよいかという判断もなかなか難しいので、特に語学教育の先生方にそういった情報を提供することが必要と、そういうふうな問い合わせも受けております。
で、やはりその学生がキャンパスに集まりすぎのような工夫が、まあ、感染拡大においては重要であろうと。つまり、まあ、1日に4つ授業がある中で、1つ、オンライン化されていても、まあ、結局学生はどっかに集まってネットで見ないといけないので、集中を避けるという意味では、なかなか意味が出づらいんですね。一方で、通信環境が充実でない学生もいますので、まあ、無線 LAN 環境提供というのを、例えば、まあ、教室などで入場制限をしながらやるということも考えざるを得ないかなとは考えています。また学生がですね、下宿や寮で集まって、そこは感染の元になることも懸念されてまして、ある種の指導も重要かなというところです。一方で、まあ、本学は授業開始まで一つに伸びましたので、その時まで何かの学生支援は重要であろうと。例えば学習習慣を保つために、これまで制作してきた OCW ですとか、MOOC を提供するですとか、まあ、これは OEC でできる部分ではなかなかないんですけども、ある種のコミュニティを形成して、まあ、学生同士で助け合うようなこともしてもらいたいということです。次はインフラです。ズームを機関で購入されている教育館もかなりおられるかと思いますけど、これユーザー単位で買うとかなりの額になってしまうので、現状はその教室の数だけ、まあ、ズームならズームの、アカウント数を確保しようと思っています。まあ、LTI 連携で、まあ、上限内コストを割り付けるような形で、教室が足りなかった場合は、まあ、Google Meet を使うような誘導できれば。で、先ほど竹村先生お話もありました通り、まあ、大規模事業で Zoom を使うことは意味があまりない場合もあるので、本学が契約している WebEx はまあ1000人まで使えるということで、大教室向けにこれをまあ集中すると。また、録画データを提供するということはどうしても、特にオンデマンド事業の場合必要になってきますので、これを、ビデオ会議システムのクラウドに貯めていくと、あっという間に制限に引っかかってしまいますから、本学の場合はカルチュラサーズですとかメディアサイトがありますので、こういったところに連携して蓄積するような仕組みを現在構築中です。あとは LMS ですね。一応4月末までには第一次対策を完了し、まあ、増強すると。本学はオンプレですので、なかなかそのクラウドリソースを買うということでは解決しませんで、まあ、現状の VM やディスクリソースの再発注したり、まあ、一部増強ということで今計画をしています。あとは、まあ、特にポータルの部分は不要不急のサービスがあったりすれば、まあ、それを落とすことで、パフォーマンスを上げると。まあ、将来的にはハイブリッド環境ですとか、まあ、現状統合認証が直接 G Suite と入りますので、教員向けにそういったことを推奨することも大事かなというところです。で、これ最後のスライドになりますが、まあ、今後継続的に支援しないといけないだろうと。で、なかなかピアツーピアのサポートは大変なので、まあ、先ほどご紹介したようなオンライン授業支援サイトを継続的に拡充したいと。まあ、教員同士の事例を共有するようなウェビナーをすることもいいかもしれません。で、まあ、私含めて、なかなかこのオンデマンド授業に対しては心理的な障壁があるかなと思ってまして、まあ、今まで教え方を変えるということは簡単ではないが、やはり学生のことを考えてやらざるを得ないというところで、ここはなんとか進めていきたいと考えています。で、とはいえですね、やはり今、本学だと5月当初は、同時配信事業の実施が当初広がることはなかなか避けられず、それがまあいろいろ混乱を生むので、オンデマンド事業にシフトしていくようなことがあるのかなとも想像しています。まあ、とはいえ、こういう状況は、まあ、ある種のデジタルトランスフォーメーションが進む契機であると思っていまして、まあ、関連法令の整備が進むことも必要ですし、まあ、本学においてもですね、特に大規模事業のあり方を見直す機会になったりですとか、まあ、組織体制の整備のきっかけになればよいかなと考えております。以上です。